Remix Radio Kids Heartbeat Tracks。さあ、番組が週替わりでチョイスしたレコメンドアルバムをアーティスト自らのメッセージとともにご紹介するハートビートトラックスの時間です。昨日から新しい一枚聴き始めています。今週のハートビートトラックスはスーパービーバー。 K-MIX Radio Kids を聴きの皆さん、そして DJ ロニーさん、こんにちは。スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。今週のこの時間は2月3日にリリースした、我々スーパービーバーの一番新しいアルバム I Love You についてお話しさせていただいております。そうなんですよ、一番新しいアルバムが出たんです。で、我々スーパービーバーは今年で結成15周年ですね。16年目、次の4月で17年目に突入するバンドでございますけども、この I Love You というアルバムですね、メジャー再契約後一発目のアルバムなんですね。このメジャー再契約という言葉なかなか聞かないかなと思うんですけども、そうなんですよ。10年前にメジャーデビュー一度経験しておりまして、すぐに落っこっちゃうんですけど、そこから、10年間自分たちでレーベルを立ち上げたりとか、インディーズでずっと活動してきたバンドでございます。そんなバンドがメジャーと再契約して一発目に出したアルバムがこの I Love You でございますね。本日はその中からですね、パラドックスという曲についてお話しさせていただきたいなと思うんですけど、あのね、楽器人が、私ボーカルなんですけど、楽器人がかっこいいです。ギターの柳沢とベースの上杉とドラムの藤原のアンサンブルがめちゃくちゃかっこいい曲です。私ボーカル渋谷龍太はピンボーカルといって、あの楽器を何にも持たない形のボーカルなんですけど、あのレコーディングしててこの曲がね、もしかしたら一番テンション上がったかもしれない。すごく楽器人の魅力、もちろんね、私渋谷のボーカルの魅力っていうのもぐっと詰まってると思うんですけど、すごくね、3人の魅力が一番伝わる曲かなと思ってますんで、聴いてください。ではですね、一番新しいアルバム I Love You からですね、その、パラドックスという曲を聴きながらお別れです。以上、スーパービーバーボーカル渋谷龍太でした。また会いましょう。バイバイ。